今日県内では新たに125人が新型コロナウイルスに感染していることが分かりました。浜松市では3人のオミクロン株感染が判明しています。県内の新規感染者数は125人で、100人を超えるのは去年の9月17日以来です。自治体別では浜松市が33人と最も多く、次いで富士市で16人、 清水町で14人などとなっています富士市の知人の集まりで8人の感染が判明し新たにクラスターに認定されました浜松市では新たに3人のオミクロン株感染が判明しました3人のうち2人は家族感染の可能性が高く1人は県外での行動で感染したものと憶測されるため浜松市は 市内で感染した可能性は低いとしています一方、静岡市では市の職員1人の感染が判明しました静岡市によりますと、この職員は駿河区役所勤務で複数の市民との接触がありましたが接触のあった市民は全員陰性が確認されているということです